前回の林道ツーリングでステップを岩に当てて曲げちゃって、それ蹴って直してたんですけど、もっとしっかり直すためにドライバー突っ込んでこうグッと曲げ直したら、ちょっとこの部分にクラックが入っちゃって、まあ、また全然使えるので、今日はちょっとこのステップを溶接で補強していきたいと思います。ちょっと友達に格安で譲ってもらった溶接機があるので、ちょっと今日はこれを使ってやっていきたいと思います。怖いな。とりあえず外せるものを外していきますか。で外れたので、ここから溶接していきたいと思います。じゃあ行きたいと思います。まあできたんかできたんできてないかよくわからないですけど、とりあえず溶接はできました。思ったように火花は飛ばなくて、もっと簡単なもんやと思ってましたけど、難しいですね。まあ、とりあえずぬくもりみたいな感じにできたんで、これでよしとします。